坂井忠邦は、針間姫路藩の、第十代藩主。雅学頭啓坂江家二十三代当主。永七年正月十五日、上野伊勢崎藩主、坂井忠常の旧男として、江戸の伊勢崎藩邸で生まれる。仙台姫路藩主の坂井忠四氏が、将軍、徳川義信に従って、あくまで砂漠派の立場を貫いて江戸まで赴いたことで、 姫路藩は、朝敵とみなされた。このため、慶応4年5月2日、ただし八つ氏は強制隠居となって、一族の忠田田国が後を継ぐこととなった。忠田田国は新政府に組みすることを明確にするため、新政府に対して15万両の献金や旧幕府派の、家臣の大量処分を行っている。明治元年11月に忠田田国は、藩赤法官の憲白書を提出。 反席紀奉還実施により、地判時となった。明治4年7月14日の廃藩地検で、面官されると、忠国は東京へ出て、慶応義塾に入学した。同年12月にはアメリカへ留学し、4年間対米した、後帰国した。明治12年3月25日、26歳で死去した。長男の忠興の誕生は、 忠国の死から2ヶ月余り後の同年度9月6日であり、坂池当主の座には、忠国聖室粒子の父、忠明の未亡人である文美子が一時的につき、忠明が満八歳になるまでその地位にあった。ありがとうございます。